ドラゴンホースは、イングランド出身のパワーメタルバインド。ロンドンを拠点とする多国籍バンドとして知られ、メローかつスピーディーなスタイルを展開している。フィンランドヘルシンキ公演オーストリアニッケルスドルフ。公演結成当初は、ドラゴンハートというバンド名であったが、すでに同盟のバンド及び映画が存在していたため、2001年に現在のドラゴンホースに改名する。2006年夏。 オジオズボーン主催、オズフェストへ出演し、アメリカ市場への進出への足がかりを作った。また、同年10月14日には、日本のヘビーメタルフェスティバル、ラウドパーク06への出演も果たした。2010年に、音楽性の相違を理由に、ZP サートが脱退。バンドは、活動を休止し、オーディションなどで、新しいボーカルを募集していたが、2011年3月に、 マーク・ハドソンの名が公式 HP 上で発表された。2014年6月、デーブ・マッキントッシュが脱退。バンドは公認として、元キル・リチュアルのジー・アンザ・ローネの加入を発表した。同年、サムとハーマンのギタリスト両名が、ベビーメタルの楽曲、ロード・オブ・レジスタンスのレコーディングに参加。後に、バンドとしても共演した。2017年、バジーム・プルジャーノフが、 ドレアガンフォスとしてライブに出演したり、メガボルトや公式サイトに現れる機会が減少する。当初の理由としては、本人の育児休暇のためと説明されていたが、2018年5月に脱退していたことを公表。2019年8月、長年在籍したベーシスト、フレデリクル・クレールが脱退。理由は別のプロジェクトに注力するためと説明し、後に、 ドイツのスラッシュメタルバンド、クリエイターへの遺跡が判明した。今後のツアーについては、サポートメンバーで対応し、2020年から参加した、女性ベーシストアリシア・ビジルのサポートが話題となっている。現在までに発表されている楽曲の多くは、サム・トットマンとバジーム・プルジャーノフによって手掛けられた、ものである。一曲あたりの時間が6分以上に及ぶ長さのものが、大半。 ギターソロパートが多いのが最大の要因。アルバムには必ず1曲はバラードが収録される。やはりギターソロが長いが曲の長さは5から6分程度と比較的短い。ライブで演奏される曲はアルバムで収録されている曲の音階を半音、下げている。マーク・ハドソン加入以後は原曲での演奏がなされているライブではドラムを除いた全員がステージ上を ところせましと走り回り、飛び回る。パワーメタルの代表的なバンドの一つである。音楽性において特筆すべきこととして、誰も到達したことのないエクストリームな音数とスピードで、現代のメタルシーン随一のスピードスターと称されている。ブラストビートを織り混ぜたスラッシュメタルやデスメタルのような速度で演奏されるドラムに、パワーメタルの特徴である。 序章的なメロディを乗せるというスタイルはこれまでなかったものである。転調を繰り返しながらギアを上げて突き進むスタイルはこのバンドならではである。3枚目のアルバム、インヒューマンランページ制作の中でメジャーコードを使わずに作曲をするという前例がないと思われる制約を課した。これについて音楽評論家の伊藤正則は自虐的な展開であり、 極端にストイックなアプローチで独特で極端なサウンドを想像し、歴史上誰も到達していない領域にバンドを立たせることになり、運命は不思議なものだと語っている。しかし、この情報についてフレデリクルクレールは明確に否定はしていないが、マイナーコードだけで作曲されたわけではないということは明確であると語っている。2020年6月時点。 サポートスタジオアルバムライブアルバムベストアルバムリミックスアルバムありがとうございます。